こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回もオーストリアハプスブルク家の続きをやっていくよ。超絶美人な女帝、マリア・テレジア。その娘はあの有名なマリー・アントワネットだったのよね。マリー・アントワネットも含め、本当に歴史にはハプスブルク家が大きく関わっているよね。歴史には山あり谷あり、ハプスブルク家ありアゴあり。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。マリー・アントワネットの結婚を追う前に、マリア・テレジアの子供でまだ紹介してない二人を見ていこう。男の子二人が残ってるわね。では、フェルディナントの顎を見てみよう。見てみましょう。あら、イケメンね。顎もあまり出てなさそう。フェルディナントはモデナ公国の公女、マリア・ベアトリーチェ・デステと結婚した。マリアはモデナ公国を治めていたエステ家の女性相続人で、これ以降、フェルディナントの家系はオーストリア・エステ家と呼ばれ、今でも続いてるのさ。今も続いてるとはすごいわね。オーストリア・エステ家は、ハプスブルク・エステ家とも呼ばれ、ハプスブルク家の分家としても知られているよ。というか、兄弟たちと違ってフェルディナントはブルボン家との政略結婚じゃないのね。この時点で兄弟のうち5人がブルボン家と政略結婚してるから、さすがに相手が尽きたのかもしれないね。最後の、マクシミリアン・フランツの顎を見てみよう。末っ子ね。これ、さっきのフェルディナントよね。なぜ2回出てくる？フェルディナントはこっちだよ。横に並べたらわかるけども、兄弟だけあって似てて、この人もやっぱりイケメンで全然顎が出てないわね。マリア・テレジアの息子ってみんな全然顎が出てないんだよね。ヨーゼフ2世とレオポルト2世もイケメンだったし。いや似てるなおい。似てるけどマクシミリアン・フランツの晩年の頃の肖像画を見れば違いがわかるかな。髪の方が気になる。そして多分晩年の長男もこんな感じだと思えてしょうがない。マクシミリアン・フランツは聖職者の道に進み、生涯独身だったよ。神聖ローマ帝国の先帝公でもあるケルン大司教やドイツ騎士団総長を務め、44歳で亡くなっている。ちなみに音楽家、ベートーベンのパトロンだったよ。さすが音楽の都オーストリア。結局マリア・テレジアの子供たちの中で、幼い時に亡くなった子を除き、11人中5人がブルボン家と政略結婚したわけだ。半分近くがブルボン家と結婚したのね。子供たちを政略結婚の駒として使い倒したんで、マリア・テレジアは非常な女帝として語られることが多いよ。そうなの？当時は政略結婚って普通だったんでしょ？そうだけど、政略結婚した娘3人はみんなあまり良くない結果になっている。夫婦仲が悪かったり、夫が仕事しなかったり、マリー・アントワネットなんて処刑されちゃったし、マリア・テレジアは結婚相手の性格や能力を分かっていて、娘たちの結婚がうまくいかないのを予測していたらしいのさ。それでも容赦なく結婚させた。美しくもあり、非常な女帝だったのね、マリア・テレジアちゃん。唯一、恋愛結婚を許されたクリスティーネは嫉妬され、子供ができなかったことを兄弟たちから一人だけ恋愛結婚した罰だ、とすら言われたのさ。悲しいわねー。恋愛結婚しただけなのに。あれ、でもクリスティーネちゃんが結婚した相手って確か。ハトコのアルベルトだね。シャクレトルやないかー。恋愛結婚とはいえ相手がここまでの顎だったら嫉妬することないんじゃ。やめなさい。相手がしゃくれてるから羨ましくないとかいう問題じゃないんだ。マリア・テレジアは自分は恋愛結婚だった割に、子供たちには政略結婚を強制したところがまたなんとも非情というか。誰よりも美しく、冷たく有能な女帝。かっこいいわ。てこのおかん誰やー。誰って、子供たちと一緒にいるマリア・テレジアだよ。え？いや、美人なんだけど、随分貫禄出たわね。これだけたくさん子供作ったら、そりゃ太りもするよね。そうね、女帝らしくなっていいわね。あとへの中央に子供を集めすぎじゃないかしら。ちなみにマリア・テレジアが恋愛結婚を許したのはクリスティーネ以外にもあと一人いる。妹のマリア・アンナだ。そういえば美人の妹ちゃんもいたわね。マリア・アンナは義理の兄、フランツ一世の弟、カール・アレクサンダー・フォン・ロートリンゲンと恋愛結婚したのさ。しゃくれてんのよー。恋愛結婚はしゃくれた相手としか許されないの？どんなルールだ。フランツ一世の弟ということはマリア・アンナちゃんからすると、お姉ちゃんの旦那の兄弟と結婚したのね。ワカメちゃんがマスオさんの兄と結婚するようなものね。いや誰だこの人。マスオさんのお兄さんよ。名前は明かされてないわ。明かされてないキャラまで出してくるなよ。しかし、マリア・アンナは出産の時に子供と一緒に亡くなってしまった。26歳だったよ。マリアちゃん、うん。
ちなみにマリー・アントワネットがルイ16世と結婚したのは、ブルボン家との政略結婚の総仕上げと言われているよ。ナポリとかのブルボン家とも結婚してたけど、やっぱりフランスのブルボン家が本家本元って感じだもんね。だけど結婚の結果は、フランス革命での処刑なんだよね。悲しいわね、マリーちゃんはそんなに悪いことしたの？フランス革命について話すと動画が3本ぐらい必要になりそうなので、そんなに？ブルボン家やフランス革命についてはまた別の動画を作りたいんで、ここではマリー・アントワネットの人生の流れを紹介しておくよ。マリーが結婚したのは14歳、相手のルイ16世は15歳だった。若い二人ねー。ではルイ16世を見てみよう。そうだった、まだ見てなかったわね。しゃくれとるやないかー。しょうがないだろ、この時はもうブルボン家はハプスブルク家よりしゃくれてんだから。ハプスブルク家に顎の補充されてしゃくれたブルボン家がまたハプスブルク家と結婚しただけだろ、これがブルボン家のしゃくれ返しじゃあ。はい、骨。ワン。ブルボン家のしゃくれ返しならしょうがないわね。ルイ16世が国王になるのは4年後なんで、結婚時のマリーは未来の王妃として迎えられた。ちなみにこの二人、血縁関係がないこともない。ややこしいからずにすると、こんな感じだ。これはサザエさんで表せないから他人でいいわ。やっぱりサザエさん基準かよ。フランス国民のほとんどは、嫁いできたマリーを歓迎したよ。あら、意外ね。めたくそ嫌われてたイメージがどうしてもあるから。最初から嫌われないだろ。マリーはすごい美人ってわけじゃなかったけど、まばゆい金髪、卵型の輪郭、若々しく色白の美しい肌、生き生きした目は好意的に受け入れられた。確かに可愛いわね。可愛いな。褒められてる褒められてる。ちょっとわしばなな人だな。ハプスブルク家の特徴、わしばなに気づいたわよ。貴族っぽくていい。フランス国民、優しいわね。なんか、顎しゃくれてないか？バレたわよ。受け口が可愛らしい。本当に優しいな、フランス国民。ブルボン家の国王たちがしゃくれてきたから国民は顎に親近感があるのね。顎に親近感を持つ国民性ってなんだよ。マリー・アントワネットは細く引き締まった体型で、軽やかで優雅な立ち振る舞いは女王らしさに溢れ、見る目の厳しいフランス宮廷の人々も感心したというよ。すごい順調なスタートね。みんなに受け入れられて、とてもじゃないけど処刑されるようには思えないわ。マリーがまず不運だったのは、ルイ16世に子供ができなかったことだ。どういうのかわからないけど、ルイ16世には簡単な外科手術で治る程度の症状があった。しかし、ルイ16世は臆病で、手術を拒み続けた。ルイ16世頑張れー。結局、手術を受けて子供ができるまで7年もかかってしまったのさ。7年もビビり続けてたのか、ルイ16世。7年は長すぎた。マリーはこの間にとにかく遊びまくり、衣装や宝石にと散財しまくった。母親のマリア・テレジアは再三、手紙でマリーにギャンブルをやめろとか、敵を作るなと忠告していたけど、あまり効果がなかったのさ。マリーはフランスに来た時、何の努力をせずとも受け入れられたことに安心し、すっかり元々の怠け癖が出てしまっていた。子供ができるまでの間にすっかり人々の心がマリーから離れてしまったのさ。いろいろ忠告してくれた母、マリア・テレジアもマリーが25歳の時に亡くなってしまう。マリア・テレジアちゃん。もちろん遊びまくるのも良くなかったんでしょうけど、ルイ16世がもっと早く何とかしてくれればと思っちゃうわね。さらに、フランスは最初からどうしようもないほど財政難だった。ルイ14世が戦争をやりすぎ、さらに15世の時代に浪費と慣例期による農業の不作。マリーに後継ぎの男子が生まれても、全然盛り上がらないほどフランスは疲弊していた。この上さらに、マリーには不運なことがあった。宮殿が臭い、そうじゃない。確かにベルサイユ宮殿はトイレがなかったんで庭園とかすごく臭かったと言われてる。でもそこじゃないんだよ。本来なら国の情勢が良くないとか、何かあると怒りは国王の公式長記と呼ばれる愛人に向けられるものだったのさ。公式長記は単なる愛人じゃなく、王妃より広い部屋を与えられて優遇される特別な存在なんだけど、その代わりに何かあるとすぐに。あの愛人が余計な口出しをしたからだ。あの愛人が浪費しすぎたからだ。と、人々の悪意を一身に受ける存在なのさ。公式長記、すごい存在ね。しかしルイ16世は女性に興味があまりなく、愛人を全く持たなかったのさ。そのせいで人々の非難を、マリーが一身に受けることになってしまった。おいこらルイ16世、この場合は愛人作らないとダメだろうが。はい猫かん。にゃー。
首飾り事件というのもあった。とある伯爵夫人が、マリー・アントワネットからの依頼だと偽り、男性に高価な首飾りを買わせたのさ。首飾りはかつてルイ15世が公式長期のデュバリー夫人へのプレゼントとして宝石商に作らせていたけど、ルイ15世が亡くなり行き場を失っていたものだ。伯爵夫人は夫と共にロンドンでその首飾りをバラバラにして売ったという。マリーちゃん、勝手に名前を使われたのね。しかし、フランスではこれがマリーの陰謀だという事実と異なる噂が広まってしまい、マリーを嫌う空気も広がってしまう。傲慢で、赤字を垂れ流す浪費家の王妃赤字夫人というイメージがすっかりついてしまった。ひどいわねー。こういった悪評をなんとかしようと、マリーが32歳の時に画家に描かせた絵がある。あら、可愛い子供ちゃんたちと一緒ね。これは、優しい家庭的な母親としてのイメージを国民に植え付けようとして描かれた。マリーの母マリア・テレジアは、子供をたくさん産んで国母のイメージで国民に愛されていたから、それに習ったのさ。一番左にいる子供が長女のマリー・テレイズ。大人になった時の肖像画はこれだ。綺麗ね。顎も全然遺伝してない感じ。隣が次男のルイ17世。もうちょっと大きくなった時の肖像画がこれだ。あら、イケメンね。マリーはこの少し前に次女を0歳で亡くしていて、この妙に暗いベビーベッドは、亡くなった次女を表しているのさ。悲しいわねー。暗いベビーベッドを指差しているのが長男ルイ・ジョセフ。病気で7歳の時に亡くなっている。ベビーベッドに寝ていた次女も、そのベビーベッドを指差してる長男も亡くなってしまったのね。ちなみに長男も、顎がしゃくれてる様子はないね。ということは、ルイ16世とマリー・アントワネットって、ブルボン家最後の顎じゃない？ハプスブルク家最後の顎を探しているうちに、ブルボン家最後の顎を見つけてしまうとは。ブルボン家の分家を探せばまだまだしゃくれている人もいそうだけど、本家ではこの二人なのね、随分有名な二人ね。しかもマリーちゃんは今のところ暫定ハプスブルク家最後の顎でもあるのに。マリーをブルボン家の顎と見るか、ハプスブルク家の顎と見るかという問題はあるけどな。マリーちゃんをどっちの家の顎とみなすか、これほど前例がない議論も珍しいので答えを出すのが難しいわね。まあちなみにルイ16世には弟もいて、その系列からまたしゃくれてるかもしれないから、ブルボン家最後の顎かどうかは、仮、ということにしとこう。そうしましょう。この絵は、母親であり、そして事情をなくしたかわいそうなマリーというイメージを国民に植え付けようとした。しかし、これでも全然好意を持たれず、事情をなくしたことにも全く同情されなかった。この時のフランス国民は長期に及ぶ飢えや貧困に苦しんでいて、人が亡くなることは日常だったのさ。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない、なイメージのマリーに、同情する人なんていなかった。そのセリフって本当にマリーちゃんが言ったの？いや、反マリー派が流したデマだ。マリーもずっと遊んでいたわけではなく、子供が生まれてからは徐々に王妃の自覚を持っていたらしい。でも浪費家の悪いイメージは払拭されることはなかった。そして、この絵が描かれた2年後の1789年、王政府への国民の怒りが爆発し、フランス革命が勃発。マリーは兄のレオポルト2世に助けを求めて脱出を図るも、国境近くのバレンヌで見つかって連れ戻されてしまう。これはバレンヌ事件というよ。1792年、マリーたちを守るため、ハプスブルク家が革命に干渉。これがきっかけで起こったのが、フランス革命戦争だ。革命戦争のきっかけとは、本当に歴史に深く関わるのね、ハプスブルク家。革命戦争の最中、マリーがオーストリアにフランスの情報を漏らしていると噂が立ち、マリーの一家は捕らえられてタンプル島へ幽閉されてしまう。情報を流してるとか、またそんな嘘を広められたのね。いや実際に情報を漏らしてたんだけどね。漏らしてた、ああ。ちなみにフランス革命戦争の途中から活躍しだしたのが、後のフランス初代皇帝ナポレオンだったりする。この肖像画めっちゃ見たことあるわ。そして1793年1月21日、革命裁判によりルイ16世は処刑。理由はいろいろあるけど主に、革命によりフランスは共和制になろうとしていた。共和制に国王ルイ16世の存在は邪魔だったのさ。そして10月14日、マリーの処刑も決まる。理由は浪費しすぎとか情報を漏らしたとか、息子を虐待したとか事実無根のものもあった。マリーはあまりにも嫌われ、人々の不満の矛先になってしまった。最後の言葉は、処刑の執行人の足を踏んでしまい、お許しくださいね、わざとではございませんのよ、だったという。
マリーは最後まで毅然とした態度だった。亡くなったのは1793年10月16日、37歳だったよ。マリーちゃん。夫婦揃って処刑されてしまうなんて。二人がブルボン家とハプスブルク家最後の顎だったらどうするのよ。そこは気にしなくていいだろ。フランス革命は顎も終わらせてたかもしれないのよ。ちなみに、この悪意すら感じる横向きのデッサンは、マリーが処刑場に移動中のところを描いたものだよ。これ、処刑前のマリーちゃんだったのね。処刑前で髪を短く切られ、幽閉生活のせいで実年齢より老け込んでしまっていたのがわかるね。描いたのはジャック・ルイ・ダビットという画家で、この人の有名な絵は、このナポレオンの肖像画だ。これ描いた人だったんか？そんなすごい画家が描いたとは思わなかったわ。時代が繋がってる感じがするわ。マリーはほんと不運だったね。7年も子供が作れなかったのもあるし、マリーが遊びで浪費しなくたってフランスは財政難だったのに、全部マリーのせいにされた。最悪のタイミングでルイ16世は国王になり、そこへ嫁いできてしまったのがマリー・アントワネット。時代に翻弄されちゃったわね。そもそも、ルイ16世と結婚するはずだったのはマリーじゃなかっただろ。マリア・テレジアの娘たちで、フランスのブルボン家と縁談があったのは本来、二人いたのを覚えているかな。誰だっけ？やっぱり忘れてるよな。エリザベトとカロリーネだ。エリザベトは天然痘で破談、カロリーネは姉のヨーゼファが亡くなった代わりに急遽ナポリへ嫁いだ。エリザベトは姉妹の中で最も美人、カロリーネは最も優秀な才女だった。マリア・テレジアちゃんは、フランスには娘の中でもよりすぐりの子を嫁がせようとしてたのね。そう。しかし予定が狂って、フランスへはマリーが嫁ぐことになった。フランスへ嫁いでいたのが予定通りカロリーネだったら、もっとうまく立ち回って、処刑までされなかったのではと思ってしまうよ。亡くなったヨーゼファちゃんの代わりをマリーちゃんにして、フランスには予定通りカロリーネちゃんが嫁げばよかったのに。ヨーゼファが亡くなった時、マリーはまだ12歳ぐらいだったから代わりに嫁ぐのは難しかったのかな。もし予定通りに進んでいたら、きっとマリーはもっと小さい国へ嫁ぎ、幸せになっていたかもしれないね。マリーの子供たちのその後についても少し紹介しておこう。長男はフランス革命前に亡くなっているんで、残っているのは長女マリー・テレーズとルイ14世だ。マリー・テレーズは家族と共に幽閉されていたけど、両親が処刑されてからはさらに2年、一人っきりで幽閉されていた。2年間はほとんど誰とも会話することがなく、オーストリアとの人質交換で解放されてからもしばらくは失語症のような状態だったという。それでも、いとこのルイ・アントワーヌと結婚し夫婦仲も良く、72歳まで生きて天寿を全うした。子供はいなかったよ。いろいろ辛かったでしょうけど、長生きできてよかったわ。一方のルイ17世の幽閉生活は悲惨なもので、部屋には光が入らず真っ暗でトイレもなく、不潔な環境で過ごし、最後の方は医者に手当てされるも間に合わず、両親の処刑から約1年半後に亡くなった。まだ10歳だったよ。なんて辛い。マリー・アントワネットたちは悲しい結果になってしまったけど、オーストリアのハプスブルク家に戻ろう。そうね、マリーちゃんの話はブルボン家での話だったわね。ちょっと時間軸を戻し、話はマリア・テレジアがまだ生きている頃に戻るよ。おかえりマリア・テレジアちゃん。マリア・テレジアの夫フランツ一世は57歳で亡くなっている。フランツ一世は温かい人柄で好かれていて、大勢の人が悲しんだ。マリア・テレジアもとても悲しみ、それからずっとも服しか着なかったというよ。いい旦那さんだったのね。ハプスブルク家最後の顎候補なだけあるわ。神聖ローマ皇帝の座は長男のヨーゼフ2世に移る。それからもマリア・テレジアは皇帝の母として権力を握るんだけど、ヨーゼフ2世とは少々合わないところがあった。どういうところが合わなかったの？次回に続く。おーおーおい。ごめんご。マリー・アントワネットの解説入れようと思ったら、すっかり長くなってしまった。しょうがないわねー。ではでは、よかったらチャンネル登録や高評価お願いします。Twitter のフォローもぜひぜひお待ちしています。お待ちしてます。頭の葉っぱのうぷ主が喋ったわ。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。